はい、どうも、ナノフラワーでございます。絶賛寝起きでございます。寝起きで撮るなと言われましても、はい。ダイナミックス愛がすごすぎて、ダイナミックスの宣伝を勝手にするの回でございます。はい。眠さ全開な感じで、今メンテナンス中ですね。サーバーメンテをしてるらしいです。昨日の3時ぐらいから。昨日じゃない、今日の。ちょっと待ってね。はい、オッケー。はい、こちらですね。おそらく、皆さんが通常プレイしてる中では解禁できない楽曲かと思います。レシエルヘウヘウ 読めない。こちらの楽曲は、ダイナミックスリリースから2周年を記念されて作曲、配信された楽曲になります。レベルが1、5、10、13かな？うん。まあね、プレイしましたが、可愛らしい背景、イラスト、動くんです。ぬるぬる動くんですよ、この子たち。可愛い。結構譜面もね、やりごたえがあって面白かったです。この楽曲、解禁方法がですね、かなり特殊になっております。正直結構きついんですが、まあ紹介だけしておきますね。はい、こちらです。シーボキャットチーム、ブーティール？読み方がわからない。このサイトにて、通販をやっております。アイテムが今2種類ございまして、3種類かな？ 3 種類ございまして、こちら、リトルディーのぬいぐるみと、こちら私持ってますが、これこれこれ。こちらワンダフルデイズ。ちょっとピントが合ってないな。ワンダフルデイズ。これオラクル。こんな感じの、なんていうの？こんな箱に入って届きます。これですね。今、ぬいぐるみは頼んでて、あと1週間ぐらいで届くかなという感じなんですが、こちらの、通販を、キーホルダーの6個セットか、ぬいぐるみを注文した方に、この楽曲の、シリアルコードがつくらしいです。で、この楽曲の単品販売もあって、こちらについてますね。うん。こんな感じで、通販を使うとついてくるよという、そんな感じの楽曲になります。もうちょっと見せようか、これ。これはね、実は通販で買ったものではないんですが、こんな感じで。ワンダフルデイズ、俺大好きだからね。うん。結構この箱がね、しっかりしてて。これね。綺麗です。ということで、勝手にプチ宣伝は以上にして。日本の人でも買えます。クレジットカードが必須になるのかな？うん。と、あとは、やっぱり遠いとこから運ぶので、それなりの、なんていうの、郵送料がかかりますが、なんとか、どうしても欲しいという人は買えます。現に私は今、ぬいぐるみを待っている状態でございます。1月前半かな、多分ね。うん。で、あとは、日本で買う人は結構遠いので時間が本当にかかります。私が頼んだのも10月後半だったので、うん。2ヶ月半ぐらいはかかると思っておいてください。はい、あれはね、楽曲のシリアルコードはメールで来ます。ぬいぐるみを頼んで、私、昨日、シリアルコード届いて、解禁したという感じですね。はい。以上でかな。話が長くなってしまうのもあれなので、ではプレイ動画行きましょうか。ではどうぞ。